おはようございます。今日はこちら塚の子古墳公園から攻めてみたいと思います。今日はいい天気、暑い、ありました。こちらかなり整備されてます。綺麗でも中には入れないみたいですね。一応現室はこんな感じです。ちょっと中には入れないんですが、なんか壺が置いてありますね。こんな感じでした。こちらは移築された大番山古墳の石棺ですが、どうも複製みたいですね。高松塚古墳とかもそうなんですが、ここまで綺麗に整備されてると、どうも風情もへったくれもあったもんじゃねえなという感じです。ちょっと走って豊富の方へ移動してまいりました。こちら兜山古墳です。 SR ちゃんって登れなくはないんでしょうが、オフ車ではないので歩いていきましょうかね。ものの 100m ですぐ着きました。こちらが兜山古墳です。まあ古墳らしいのはこの石棺のね、天井の石だけなんですが、それよりもこの景色の方が素晴らしいですね。向こうには菅大橋も見えますが、気持ちいい、最高の眺めです。山を降りると箕輪浜に出ます。今日はこんな感じです。続いては芝山古墳群へ行ってみたいと思います。これを登るのかな。うわーっと地獄。どこまで続くんやこれ。きつい。よいしょ。どんだけ登ってきたでしょうか。やっとありました、1号古墳。向こうに2号3号も見えてますね。ああこんな感じです。ああきつい。こちらは2号古墳ですが、ああ石棺のこれはまだこの、あこれが石棺なのかな、石室なのかな。3号古墳はちょっとよくわからない感じです。以上芝山古墳群でした。そして今回の古墳巡りツアー最後の古墳はこちら豊富市街にあります車塚妙見神社の横に鎮座しております。こちら車塚神社です。これですね、行ってみよう。現室に入ることはできませんが、なかなかこういう立派なね感じです。一応墳丘に上がっていくこともできます。こんな感じです。ちょっと原型が分かりづらいんですが、一応前方後円墳のようです。なるほど、先ほどのが前方部でこちら側が後円部になるみたいなんですが、このように祀られています。そしてこれですね、後円部の、石室はこのように、はい、なっています。僻地の古墳しか見ないのもなんなので、帰る前に周防国分寺でちょっとやってまいりました。立派です、かなり立派です。薬師如来さんがいらっしゃるそうです。そして今回の最後です、毛利博物館毛利氏庭園にやってまいりました。その中めちゃくちゃ広いです。
上 SR ちゃんで行く初夏の古墳巡りツーリングでした。ありがとうございました。